お金を学べる SNS ポストプライムんん YouTube の皆さんダンですいよいよ皆さん日銀のいつも全員一致してるここが崩れると思いますみんなが今まで一致してたんだけど YCC 利上げが間もなく起きると僕は思いますしかもアメリカの方ではこのスティッキーインフレが下がってるんだけど日本の方は面白く 上がり続けるっていうんですアメリカと日本違う状況です。利上げのリスク、日本株も今日下落。皆さん、相場を今日展望していきたいと思います。現時点は7月の14日、僕は元ウォール街のトレーダー、アメリカ育ちニューヨークでヘッジファンド創設して売却して、今頑張った日本で YouTube、ポストプライム、テレビ東京の妄想て5つの本も書いてます。ぜひ皆さん、チャンネル登録、いいねボタン、応援をよろしくお願いします。えー、皆さん、ライブ配信を昨日も一昨日もやりました。ライブすると僕の 一番好きなアイディアはポストプライムで話していて、今週は特に銅コッパーが3.5%あたり、それと、 なんと、原油も6%当たり、それと日経平均も5%当たりました。こういう長期ととか短期、僕の一番好きなチャートは YouTube ではなく、ポストプライムだけで話をしているので、概要のリンクで僕のチャンネルに遊びに来てください。特にゴールドメンバーをポストプラで持っている方は、これから世界初めての金融特化の AI 人工キャラクターをリリースするので、メンバーシップにも変更があるので、皆さん、これをリリース変更する前に、ぜひ、今じゃチャンス、ゴールドメンバー無料体験もして、 いいてくださいゴールドメンバーは追加に25%の割引を全てチャンネルでもらって2000コインもも皆さんもらいます2000円の価値。それと投資のタイミングができるツールも使えます。例えば、現油を見ているときにこちらは、はい。特に 6, 6月の中旬、下旬ぐらいはまだ低かったですね。投票率が。で、その時から見て、はい。6月の27日、28日からドカーンと上がりました。この緑が低い時に買って高い時に売るっていうのが、誰でも使える投資のタイミングのツールで、 で、これを使って自分の資産を数百、数千、数億拡大するポテンシャルがあると思います。こちらのベルマークを押すと数百の銘柄でポストプライムで自動設定して教えてくれます。いつ低いのか、いつ 高いのか。なので皆さん、こいうういお金を生み出すツールというのは、通常、ウォール街だと数百、数千万円ぐらいかかりますけど、ポストプラの方だと無料体験で使えるので、ぜひゴールドメンバー無料体験、ガイドのリンクで試してください。もし使い方わからなければ、僕のチャンネル、ポストプライムで2番目の固定投稿の6分44秒から無料で説明しているので、そこもぜひ皆さん、ガイドの方でご覧になってみてください。それでは皆さん、また今夜僕もライブをします。概要欄の方を見てください。ポストプライムの公式チャンネル、日本株が80% 9時半夜コモディティが夜の9時 FX9 時半暗号資産10時米国株10時25分こちらの公式チャンネルもがあるの方でポストプライムを見てみてください そう。So, これで面白いのは今まで日銀は決定会合でほぼ毎回毎回みんなが集まる時に全員一致をしています。全員一致っていうのはみんな一緒に意見を同意してるんですね。だけどこれからここが崩れる可能性がすごく高いと思います。しかも冒頭で言ったように今スティッキーインフレーションがどんどんとまあインフレ、物価指数がアメリカの方で下がってますね。今週の CPI とか PPI。だけど逆に日本の方では今これが上がり続けて いま,すまあ、なので皆さんそこを今日展望しましょう。まずここ日銀の方ですごく面白いのは、まあまず日銀の仕組みとして、金融政策はここはどういう風に作られているのか、誰がどう、権利を持っているのか、え、これは大体ここは9人の政策委員が決めているものです。3人のここは副総裁と6人の審議委員会で構成しているものであります。で審議委員会は現在、エコノミストや経済学者が3人、金融業界からのが2人、 産業業界から1人選ばれているものでありますで、こちらを特に見てるとえ、ほとんどここ直近では何にも反対が誰からも来ていないんですはい えつまり、こちらの方を見てみると、まあ、前回の決定会合でも、その前でも、ほぼほとんど、いつもここは、みんなが全員一致をしていて、何も意見の反論がないんです。はい。で、みんないつも今回も、はい、一応、YCC、何も変更しなかったです。で、去年も利上げを YCC を変更した時にも、何も意見の反対がなかったんです。だけど、これからどんどんと、またまた、政策が変われる時に、日銀の中身で意見がブレることがよくと思います。例えば 2016年の時にこのマイナス金利政策を導入したところにその時には何人かのまあこの議員の人たちが反対論を示しました。なので今回もまた同じことが起きる可能性が非常に高いと思っています。なぜかというとこの YCC の変動金利を拡大するっていうのは非常にセンシティブですね。政府にも予算にもどこにも影響が出てしまう。なのでこれをするっていうのは簡単な話じゃないです。YCC っていうのはこの10年国債金利 を日銀が今0.5%の上限で一応制限をしているっていうことであります。でこの0.5%の上限をつけるとやっぱり長期金利があまり上がらないんです。日本だけがやってる。だけどここは他の先進国でやってないイレギュラーな政策なのでこの0.5%を撤廃するか1%に上げるという風な予測。歴史的なモーメント。もしかして7月の27日にこれが発表される可能性もあるかもしれません。っていうところで皆さんこちらを今ちょっと。 警戒してる中で面白くどんどんと日本の 10年国債の金利の利回りがここの2、3週間で上がってきました。で、これの利回りが上がるとこの価格がどんどんと下落をしているっていうことであります。はい。まあ、なので皆さん面白いところ、実はここね、アメリカの方では逆にすごい価格が国債上がってるんですね。大体いいアメリカの国債と日本の国債って歴史的に一緒に動くはずなんだけど、この1週間は完璧に逆に日本の国債が急落。だけどアメリカの国債が急騰しているんです。全然別の方向 理由としてはアメリカの物価指数インフレが収まってきたのでアメリカはこれから利上げを止めることに変更しているだけど日本は逆にこれから利上げを始めるんです完璧逆の方向性にいっていることですまあ皆さん前回も言いましたけど僕はアメリカの 国債はこれから全力で注目をしてます。めちゃくちゃ今ヘッジファンド業界で売り越しが多いし、これから政策変更はあると思うし、今週発表された CPI と PPI は結構ポジティブだったので、これから利上げは止まると思います。なので僕もここを皆さん全力で投資してますっていうビデオも数日前にリリースしたので、YouTube でまた復習してください。ちなみにこういう国債とかね、取引できるところはあんまり日本の証券会社でないんです。国債とか、天然ガスとか、まあ木材 とかこういう特殊なものは僕は昔から IG 証券を8年ぐらい前から使ってます IG 証券も概要欄のリンクを見るとこの特別キャンペーンで3000コインをもらえます何をするかというと新しい口座開設。すでに例えば口座を持っていても家族のために2つでも3つでも4つでも作ってそれぞれ口座を作ると3000コインをいつももらうことができます 新しい身分証明書、新しい名義、新しいメールアドレスが必要です。だけど数分だけしかかからないので、ガイドの方でこちらはフリーマニーなので、ぜひ皆さん取りに行ってください。他に IG 以外の証券会社もキャッシュバックキャンペーンとかやってるので、僕が使っているものも皆さん興味あればガイドの方で見てください。まあこちらの方でいろんな方が特にこれからこの YCC 修正の可能性が高いというふうに強調を、まあ、メディアの方でもしてると思います。え、ここは元日銀の理事のここ はあのどうやって読むんでしょうかこの感じ。早川さんっていうのかなが一応同じことをえ実は数日前にインタビューでブルンバーグで話しました。で、彼が言うには、まあ、早くても7月の方でこの上下を1%に拡大するということであります。なぜかというと、この物価目標の実現の確率は半分以上にあるので、年明けにこの正常化のプロセスも入れることを一応予測をしているということであります。 えー、つまりそうですね。今日銀の消費者物価指数の見通しは23年で8.8、1.8%、24年で2%、25年で1.6%です、えー。しかし実際の実態を見てると今は物価指数っていうのはどん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 それ以上に3%とか4%ぐらい上がってます。なので、まあ、この早川さんの意見だとこれからははい、もしくは7月にはこの YCC が1%程度に利上げをして年末までには正常 ののプロセスと言ってるのでこれれはは実は短期金利利の方もこここから利上げが起きることをを予測をしています、まあ、こういうことが起きてしまうと特にまあ相場にとってはまだショックだと僕は思いますどう見てもいろんな方はやっぱり日銀がどこかの段階で YCC この10年利回りを利上げすることはいろんな人たちは多分そっちの方はもう折り込んでると思うんですねだけど折り込んでないのが短期金利今日本の短期金利がまだマイナス0.1% なんです。で、この短期金利を利上げするっていうのがまだほとんどの方がちゃんと予測をしていないと僕は思います。でこれちゃんとま折、あ、り込んでいないということは急にこの。 短期金利。今皆さん日本の短期金利っていうのはそうですよ。マイナス0.1%です。しかも2016年からずっとそうです。これが急にプラス、それともゼロになった場合はショックになると思いますし、その時には日経平均がもしかして下がり、ドル円も結構もしかして下がるリスクはまだあるというふうに思ってます。もう一つ皆さんにもまあちょっと見せたい面白いのは、この頃特に今週アメリカの CPI と PPI が発表されましたね。消費者物価指数すると生産者物価指数。両方 両とも出てきましたで、両方とも予測以下でしたすごく良かったですマーケットを喜んで株価も債券もどん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 と上がってますしかしこれで面白いのはアメリカの方では結構良い方向性に行ってると思うんですね特に中央銀行がアメリカの方でよく見てる物価指数の一つの指数はこちらのものなんです Sticky Price Consumer Price Index Less Shelter というものですこの Sticky Price というのは定着性が高い商品まあ、つまりあんまり動かない品目を見て その中で特に住宅費用を除いたものを見てるんです。つまり、物価指数で一番動かないもの。 を見てるんです。で、特に住宅費用を除いてる理由は、住宅費用はやっぱりほとんど変わらないんですね。みんなが家賃とか家とかこういうものってそんな滅多に変わらないので、そこを除いた本当の実態の一番動かない消費者物価指数はどういうふうに動いてるかっていうチャートを見てるんですけど、こちらの方を今、スティッキープライスインフレーションを見てみると、こちらはどん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 と下落を2022年からしていて、今は0.2%になっているということであります。これは前月比ですね。なのでこれがどんどんと スローダウンしているのは非常に良いことなんです。しかし、し,しかし、しかし、このスティッキープライスインフレーション、このスティッキープライスインフレーションは、あの、アメリカの方で下がってるんだけど、日本の方で似てるようなものを見ると、まだまだ上がり続けてます。この、まあ、完璧同じじゃないんだけど、似てるものをよく見ると、これが特に水色の点々線のを皆さん見せてください。これは家賃と生鮮食品を除いた総合の日本の cpi 消費者物価指数です。総務省が発表されたデータであります。で、これが今、どんどんとまだ上がり続けているんです。つまり、日本の方は、こういう品目が小さいもの、それとか、家賃とか除いたもの、本当の実態、みんなが毎日毎日買い物とかお金を使っているところの実態の食品の、まあ、食品じゃなく品目のバスケットは、どんどん今上がり続けてるんです。で、これがアメリカと違う状況なので、アメリカは確かに金融、 引き締めをやめても良いかもと僕は思ってる。結構収まってきたんです。だけど日本は逆です。まだこのインフレ物価指数っていうのはどん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 上昇が続いているので、この観点から見ると日銀はやむを得なく利上げはしなくちゃいけないと僕は思います。なので前回も言った通り僕は年末までにこういうサプライズ利上げが特に YCC の10年債だけではなく短期金利 の方でもあると思うのでこちらの短期金利の方に皆さん注目してその時には日経平均とかドル円の下落も可能性があると思うので気をつけておいてください、まあ、あと競争ですね日本株をちょっとテクニカル的にも見ていきたいと思います今日経平均のチャートを見ているとまだここマクリーが短期的には下落目線にはなってますけれどここの一日間ではまた少し反発をしましたこの反発をしているんですけれど、まあ、これ反発しているほとんどの理由がアメリカの 米国株が CPI、PPI の、まあ、一応結果を受けて反発しているからだと思います。なのアメリカ株と一緒だけど、それほど反発していないんですね。で、理由としてはここはドル円です。今週このドル円がものすごい急落をしました。はい。このドル円が145から137まで、なんとここは7.5円ぐらいとすごい急落を数日間でしています。で、これが理由でやっぱりドル円が下がると日経平均は米国株とドル円の2つの の要因に動かされてるので確かに米国株が元気いいんだけどドル円が下がっているので日経平均はちょっと綱引きでまあ、一つの要因で上がってるんだけどもう一つだと下がっているので横ばいの動きが今週起きていますちなみに皆さんこちらはドル円のことは火曜日にもうさてでも話してましたけれどこれは特にこの投票率緑のチャートが4回連続ポストプライムで下がる下がる前に当てていますでこれ下がる前価格が動く前に当て っていう指数がほとんんんど世界でででないいいすすねで皆さんここを本当に強調して欲してろんな指数を僕はこの20年間使ってきましたね。いろんなこういう、まあ、fear and greed index とかね。こういうセンティメント指数とか、マ a クリーとか、アーサイとか、ボリンジャーバルとか、一目とか、どうのこうのとか。だけど、ほぼほとんど全部価格と一緒に動いてるので、価格と一緒に動くっていうことは、これって、 後に動くんですね。先行指数じゃないんです。ドル円が下がり始めてから、その後にマクリも下落になった。だけど違うのは、ポストプライムのこの投票率は、ドル円が下がる前から、この緑がピークしてる。人間の心理だからです。人間の 強欲、恐怖っていうのはちょっとずつ薄まってくるとピークして、それとありボトムしたりするんですね。なのでぜひ皆さんこちらはもう本当によく使ってください。通知をいつも使ってくれて結構当たってます。ゴールドメンバーシップ無料体験、またリマインダーだけど、概論の方見てください。人工知能のキャラクターもこれからそれで得点が取れます。まあ言いたいのはこれドル円が今まだ下がり続けてる間だと日経平均は当分米国株と一緒に反発は難しいと思います。 だけど僕は一応ドル円はちょっとこれ下がりすぎてるともうこの1週間で少し反発してもおかしくないので上がるという投票を今日日経平均でしましたそうすると投票率が今31%になってます31%になっているとこちらはやっぱりこの1年間で見ると結構低い水準でありますでこれが結構低い水準っていうことですとまああのこれがちょっとどういう意味かあの僕もまだわからないんですねなぜかというと31%でも過去を見ると26とか これは結構21とかも言ったことがあるのでこの31が本当に別にボトムを示しているとは僕は分からないと思いますただし低いことは低いなので今からなんか日経平均が下がるという予測はちょっと良くないんじゃないかなあのまあどっちかというと上がる,上がる可能性の方が高いと思うけどまだそれほど低いわけではないです1週間と1ヶ月の予測をちょっとしていきましょう僕は多分ちょっと反発をして3万3000円まで1週間にいくと思うけどその後にまた3万1000円までに ここののの1ヶ月後にはは下下落落が続続くくとととと思思いいまますすなぜかというとこのドル円の下落は続くと思ってます1週間と1ヶ月の予測を入れるとみんなの予測の中央値が見ることができます。そうするとみんなの予測の中央値1週間が青、1ヶ月が黄色で青の方が黄色より上になっています。なのでこちらの方を見てみるとはい、青の方が黄色の上の時には大体ここは売るシグナルになっているのであ ここはどうだろう難しいですね。投票率が低い。けれど、青の方が黄色より低いのは、うるしになる。こっちがうるしになる。こっちがカうシになる。マクリィがうるしになる。わけわかんので、僕は do nothing で日経平均は当分待った方がいいかなと思ってます。ドル円の方も今そうですね。すごい急落してるんですけど、ちょっとここはすごい下がりすぎてると思います。今投票率が19%です。この週足を見てますね。これが過去1年間で一番低いので、ものすごい、ここは 急に売られているので、まあ別に急騰するとは思ってないけど、少しこの下落にはブレーキがかかって小さな反発が起きてもおかしくはないとは思っています。はい。まあこれ、あの、137.5まで行って、この137.5は5月2日とこの3月8日の大きなレベルまでに届いたので、このレベルでちょっと落ち着いても全然おかしくはないと思います。はい。 これは僕はちょっとこのレベルが1週間ぐらい、実は多分1ヶ月ぐらいこのレベルでちょっと定着性があると思うので予測を入れました。だけど予測を入れると面白く、この青の線がやっぱり黄色より上です。青の線は1週間の直近のみんなの予測が1ヶ月より高いというのはやっぱりここはまだちょっと直近の値段が割高というふうに捉えています。さてと皆さん、まあそこ以外に今日ちょっと日本の相場を見ていて面白いと思ったのは年金ですね。日本の年金。みんなのお金が入っている年金は今米 英国の保有が3年ぶりの高水準になっています。これ非常に僕は頭がいいと思います。僕もはい、ここは全力で見てます。すごいデカい利回りなので、日本の年金、我々みんなのお金が入っているので、そこも皆さんぜひ注意しておいてください。あと、特にここ、制裁 AI がどんどんと、この G7 の首脳会談でも、秋にもテレビ会議をするっていうことで、どんどん、もう、制裁 AI がすごい目立ってますね。アメリカのここは FTC とも、チャット GPT が今、提訴が起きているので、まあ、ここも、 こここれれかかららどういういにルールーが作られるのはは僕もここは、はい、半分ちょっとエキサイティング、半分不安ですね。ポストプライムも制裁 AI を作ってるのでどうなるのかなって思ってるんだけど、日本で初めての金融特化の AI を作ろうと思うので皆さんぜひ応援をしておいてください。あと 多分これ見てると7月18日に間に合いそうなので5日間ぐらい程度でリリースするので楽しみにしておいてください。Alright guys. ま、いつもの通りにあの今夜も実は僕は多分ライブをします。で、今夜特にライブをするのはこちらの公式チャンネルなんですね。日本株8時半、コモディ9時、で、FX が9時半、暗号資産10時、米国株が10時25分です。で、ここでまあ、6人7人ぐらいと今夜は一緒にコラボをします。で、皆さんこの公式チャンネルも実はこれから値上げをします。 値上げする前に無料体験すれば今の定価価格が続きます。でこれはまだ結構低い値段です。2000、2000以下。で、これって15人の MC、先生が話してるところで、大学と同じもんです。普通大学は数百万円かかるけど、こちらの方だとライブ配信で相場が空いてる時に相場で食べてる人たちの意見が聞けるので、値上げする前の無料体験、ラストチャンスもこの公式チャンネルでぜひ皆さん概要欄の方で見てください。あとは今、ポストプライアムで経理スタッフとテスターも募集中なので、そこも興味あればぜひ皆さん 応募も概要欄の方でぜひご覧になってみてみください Thank you so much, guys. 今日も最後まで見てくれてありがとうございます。これからもぜひ YouTube チャンネル登録、応援よろしくお願いします。今は特にベイビー。これから、まあ、娘、初めて子供が生まれるので、ベイビートレーニングクラスとかいろんなめんどくさいことをやっていますけれど、頑張っています。忙しいです。人生幸せです。皆さんも頑張ってください。Thank you so much.